後半引き続いてお話伺いたいんですけども、はい、僕ご存知の 2.0 という、はい、イベントをやってまして、はい、まあ今年3あ、去年で3回も今年で4年目になりますけども、はい、その中でもいろんな葛藤が、はい、あって、まず集客のこととか、うんうん、まあ、資金ですかね、うん、資金とか、あとはこう100名近くのボランティアの方と一緒にやってとか、はい、そういう表面上はうまくいってるように見えるけど中のいろいろ、はい、コンフリクトとか、うんうん、その中でやっぱりこう最後までこううまくいけたって感じたのはやっぱりみんなでこう時々こう集まって一緒に、うん、対話したりとか、うん、まさにこう瞑想をしたりとか、うん、そういうその共通の時間を過ごす、うんうん、そのなんかこう論理だってこういうし体制でいきましょうとかそういうことではなくて、うん、まさに場を共有していることが一番の強みだったんですよ、うんうん、だからその先ほど小木さんがおっしゃったようなその共有の同じ時間を過ごす、うん、同じ場所で、うん、っていうのはすごいチームの、うん、チームビルディングの意味ですごい価値があるものが、うん、まあ振り返りながらちょっと話を聞いてたんですけど、うん、小木さんがこのチアターワークを生み出した、うん、その何ですかね葛藤、うんうんうん、どういう葛藤があってそれぞれのこう、うん、ワークを生み出してきたのかっていう、うん、ちょっと内面的なところに入りますけども、はいはい、ね、僕よくそういう講演とかでね、はい、お話させていただくときにも、ね、その自分のね幼少期とかその10代の頃の、ね、エピソードっていうのをこのシアタークの話するときは特にお話してるんですけれども、自分のね気持ちが確かに感じていることがあるんだけれども、僕はその両親から生まれましたけれども、僕の父と母と自分も見てる世界とか感じてるものも本当に違うみたいだし、弟も一緒に音楽作るぐらいのね中の弟もいるんですけど、はい、その10代の頃とかってやっぱりこう自分なんか僕は誰にもなんかこうなんていうんですかね、伝えみんなが思う、要するによく今でも両親とかとも話になりますけど、普通はねっていうこういうふうにするもんなのよとか、こういろいろこうそういうふうに普通はねっていうこうワードがよく出てきてたんですけど、うん、で言葉とか当てはまらないんですよ。はい、そうですか。で自分の思いと普通はねっていうやつが、いやもう全然当てはまらなくて、でなんかどうやら僕が感じてる世界っていうのは、例えば父と母とか家族、こう肉親であってもね、こんな近くに過ごしてる肉親であっても自分が感じてる世界と彼らが感じてる世界ってすごい違うみたいだっていうのはなんとなく思ってて、自分の気持ちみたいなことが自分が感じてるままにこうなんか認めてあげられないっていうか、なんか普通はねのところにはまってないとこんな気持ち持っちゃいけないんじゃないかとか、そういう多分気持ちがあったんですね。だからすごいね心と体の不調和で、何歳ぐらいの時ですか？15、6、7ぐらいの時って結構ひどくて、はい、もう本当にこう普通に暮らすのがなかなか難しかったんですよね。こういうじゃあこのドア開けてあっちに行こうとかって思って、このドアを開けるじゃないですか。で開けたらそのなんか開け方が悪かった気がして、こうもう一回閉めなきゃいけないと。でもう凶悪観念があるわけです。だからもう一回こう開けます、ああダメだって言って本当閉め、なんかこういい感じのこうイメージで開けれないとこう先に進めないみたいな感覚があって、じゃあ今度いよいよ開けれたと思って、うん、ここのね、うん、この区切りを通過しようとした時にこうまた押し方が悪い気がして、もう一回戻ってぐる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 同じところをこう行ったり行ったり来たりしたりとか、塾の帰りとかもこう自転車で帰ってて、そこ桜並木がね、桜がいっぱいある町で育ったんで、こうもう
そのある桜の木をこうなんかこう何回もぐるぐるこう回ってないとこうなんかいけないような気がして、もうずっとその桜の周りをこう、回らないと、もうで自分も進みたいんですけど前に、はいはい、本当に進みたいんです。そうしやってたくないんですよ、はい、だけどもうそうなんかもう本当にそうせざるを得ないみたいな感じで、あのなってたりとか、そういうもういろいろあのそのうちこうなんか壁とか木にこうゴンゴンってこう頭をこうぶつけてないといけないような気がして、ずっとゴン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 ってやってるとか、道端でこうそうもう道端でこうなんかこういう地面をこうなんか触ってないとなんかやばい、すごい悪いことが起きるんじゃなくて、そういう感じでこうご飯を食べるにもこう食卓にこう母親がこうご飯持ってきてくれた時にこうそのご飯の登場の仕方がなんか悪い気がして、ごめんもう一回出してほしいっていう感じでもう一回やってもらったりとか、そのなんかこれ食べてちゃいけないじゃないかと思って、でも何度も母に同じことを頼んでも僕もこれが変だみたいな意識があったから、こんな何回もこんなこと言えないしと思って、なんかじゃあなんとかもうなんとか無理やり食べようとするんだけど、うまく飲み込めないとかね、まあそういうことがねいっぱいあったんです。あの、で受験の時ね、高校受験の時に、あの今でも覚えてるのは、まあこれ結構いろんなそういう人ね、たくさん実は世の中にいらっしゃると思いますけど、受験番号を書いて203番小木戸利光っていうね、その受験番号と名前、もう最初の203進まなかったです。要するに203って書いてダメだと思って、もう一回も何回も消してもう一回3書き直したり、あ全部ダメだと思ってもう一回2からやったりして、名前にもうこうなんかこれだとダメだみたいな感じでもう消して書いてみたいな繰り返して、なんか15分ぐらいなんかもう立って、もう僕ももう本番ですから、受験のめっちゃ勉強してきてますから、もうやばいって自分でも思うわけですよ本番で。でも進めなくて、なんかこう試験監督みたいな人がなんかすごい怪しい動きをしてるわけだから、なんか不正をしてるじゃないかっつってこうバッて見に来たんですよ。でその時にもうやばい、もう何も不正もしてないし、やばいもう本当進まなきゃみたいな感じで、なんかパソコンで言うと救世終了みたいな感じで、あの問題にやっと進んだのを覚えてて、はい、でなんか蓋開けてみたらそのテストはもう満点だったみたいな、なんかそのすごいこう不調和ですよね、そのものすごい不調和の中にいたんです。だから苦しかったです、本当に苦しいし、本当に前に普通に進みたいのにその前に進めないっていうのはね、これあのメタファーでもあると思うんですよ。要するにいろんなことが前に進まないわけですから、でそれをやっぱりそういう日々の中でその芸術、要するに僕はもうほとんど無意識に近い感じで、ま、要するにそういう親が別に芸術家でもないですから、そういう選択肢があると思ってませんから、それもう行き場のない気持ちをね、こうなんか文章に書き始めたりとか、詩に書き始めたりしたんですよ。それがその僕のアーティストになる始まりですね。だから全然わかんないけど、なんか歌のミュージシャンのね、当時の流行曲とか見たら、あミュージシャン歌手の人たちのこう自分のそういう気持ちを歌にして書いて綴ってるんだとか思うじゃないですか、田舎の子供ですから。なんか自分もその母にも父にも弟にも言えないような気持ちをなんか書いてみたりとか、でそれがなんか次第にギターを弾いてみたりとかっていうふうにだんだんなっていって、その今ね僕のこのアーティストとしての仕事がね、いつの間にかそれがね自分の仕事になってきたと、まあ、長い時間かかってますよ。その最初はでもそうやってその芸術は自分自身のそのありのままの心の動きとか感情とかをそのいい悪いとか倫理観とかね、そのジャッジメントに関わらずそのままを受け入れてくれたっていうのが僕にとっての芸術です。それどんな気持ちがあろうが、どんな風な葛藤があろうが、それが倫理がどうとかそういうのでも関係なく、ジャッジメントなくそのままに受け入れてくれて、詩にかけるようなスペースを与えてくれたり、歌にするようなスペースを与えてくれたり、もしくは体で表現するようなスペースを与えてくれたのが僕にとっての芸術で、だから僕自身がその芸術療法っていうのをまず自分自身にこの15年とか20年っていう中で気がついたらそれをしてたんだと思います。意識的にやってたわけじゃないけど、
要するに心と体が切実に必要としてたわけだから両方としてはやってないんですよね。そうせざるを得なかったから踊ったり、そうせざるを得なかったから執筆をしたり、そうせざるを得なかったから歌い続けてきたわけなんですよ。でもそれは結果的には自分自身との関係を、自分自身をまず自分自身とまずは和解し、自分自身を受け入れるためのプロセスだったんじゃないかなっていうふうに今は思います。やってる時はそんなふうにそんな理知的に考えてないんですから。だから僕いつも皆さんにシアターワークとかでご一緒するときにお話しするのは、その時々今の中でその心と体にはその動きたい方向があるんじゃないか、何かご自身の心と体には向かいたい方向があるんじゃないか、心から深く望んでいる方向っていうのがあるんじゃないかっていう、こうお話をしながらワークをするんですけど、だからそれなんか表に出てきたがってるものがあるっていうことだと思うんですよ。でそれは僕みたいにたまたまその芸術になっていた人もいるかもしれないけど、もっとそうじゃなくて現実的に本当はパートナーにこのことを言いたいけどずっと言えてないんだみたいなことが表にやられたいことかもしれないし、なんかそれは人それぞれだと思うんですよ。その関係性の中でどうしてもそのうまくいかない何かで、でも前に進めないもの、なんかそこを何かしたいっていうのもある意味では望んでいることかもしれないし、そういうものがねあるんじゃないかと。だから表現芸術とか芸術表現っていうと、その大体はミキさんが誰かに何かを伝えるために意図的に表に表す方じゃないですか、はい、文章に書いてみるとか発信をするっていう。でもその表に表すってことがほとんどの皆さんのイメージだと思うし、僕も表に表すことはある意味やってきたんだけども、表にもうおのずと現れてきてる、今まさに現れてきてるものが、現れたがってるものがあるんじゃないかって、そこをこう道を開いてあげて出して、その回路を作ってあげるみたいな、表に表そうとしなくても表に現れたがってるものを表してあげるっていうことが、その心と体の調和にもやっぱとても大切なことなんじゃないかなって思っているし、お医者さんのね、東大病院 の心臓のね、はい、カテーテル治療されてる稲葉敏郎さんと先日対談したんですけども、その時にも稲葉さんの医療の視点からもいつも言ってくださってるんですけど、やっぱりその芸術っていうのはその内的なその心の循環っていうのをやっぱり促進してくれるものじゃないかと。要するに食べ物と一緒で、食べ物はじゃあ体のね実際のこの栄養だとしたら、その芸術っていうのはその内的なエネルギーを循環させる、やっぱ心の栄養にすごくやっぱ直結してるものじゃない、やっぱりその水路が流れてないと心は沈み、体は下向きになり、表せないものがあればそれはどん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 体の重さにつながるけれども、やっぱり それを芸術はその深い声と深層意識のと結びついて動くものだからこそ、その循環を促してくれるものであり、だから稲葉さんの視点では、その医療っていうものと芸術っていうのはもともとは完全に一体となって働いていたと思うっていう言い方をされてました。つまり今は医療と芸術は完全に分かれてるけれども、もう一体となって働かれたってすごく印象的でしたね。よくねギリシャのエピダウルス宮殿の話をされるんですよ、はい、つい古代遺跡の後ですよね。その宮殿にはその円形劇場があり、そしてその療養所みたいなところがあり、その円形劇場と療養所みたいなところには必ず温泉のやっぱ跡地があるっていうおっしゃってて、つまり人はその心と体の不調和がある時に、例えばですけど温泉に入り心と体を存分に緩め、そして芸術っていう意識状態がこの表層意識の状態から深層意識状態に導いてくれる芸術っていうゾーンに入って芸術を鑑賞し、ある意味その自己治癒力が一番高まるようなこう状態にその芸術を鑑賞してみ、そしてそこで体を休め、例えばその神殿に行き死に飛んだ夢を見る ビジョンがね、そういうお話をよくね稲葉さんはしてくれるんですけど、だから僕自身の人生に起きたことっていうのは
そういう風にして芸術が、うん、僕はアーティストになるんだと思ってなったわけじゃないっていう、その心と体が切実に必要として、なぜそういう道の上にまたまた今の自分の仕事が仕事としてもなっているってことだと思っているので、とてもあの心と体の健康とか調和とかを考える上で大きな、ね、力を与えてくれるものなんですね。でそれを多分今シアターワークという形で芸術表現を通して演劇を通してボディーワークを通してプログラムを組んで皆さんと共有させていただいているという感じですかね。そうそう、そのシアターワーク何だろう、理論体系みたいなのがあったわけじゃなくて、こう自分の中からこう出てきたみたいな。もちろんその自分自身の人生の実践っていうのが一番なんですけど、ただでも僕はそうは言ってもイギリスで、イギリスの大学で演劇パフォーマンス科で、はい、もうイギリスのもう演劇をものたくさん学んでいます、うん、でそれもものすごい大事な系譜の一つです、それはもう実際に俳優として演劇のプラクティショナーとしてたくさん学んで、実際には学んでます。もうシェイクスピアから、うん、そのこのシアターワークみたいなプラクティショナーの人たちが学ぶような内容から、はい、アーティストとしてのムーブメントワークからとかっていうのは、ね、実はもうもちろん学んでまして、うん、まあ、その学んできたことの系譜と自分自身の人生の実践みたいなのがこう融合しているような形で、で僕はまあ、イギリスっていう西洋でね、その演劇をかなり学んできたんですけれども、はい、西洋の一方でやっぱものすごく今ここの鎌倉にでミキさんと出会ってるのとかもそうですけど、ものすごくこう、マインドフルネスっていうのはすごくやっぱり西洋のシアターワークは結構もういろんな種類がありますけど、演じて体を動かして合わさって交わって汗もいっぱいかいて、なんかどんどんこう能動的にアクションしていってこう体感していくみたいなワークが多いんですけど、一方でなんかこうマインドフルネスとかこれ鎌倉とか逗子とかとの出会いっていうのはこう、そのこっちが何かを出すとかじゃなく、こうずっと、ま、こうある意味待ってるとか何かがこう浮かび上がってくるのを待ってるっていう、そういうものすごくその自分のワークはイギリスに最近よく帰ってますけど、ものすごくそのイギリスのワークとの違いをいい意味で感じてます。すごい東洋的なワークだなって自分は感じてます。イギリスには同じようなお仕事されてる方ももちろん何かイギリスはもうシアターのプラクティショナーいっぱいいますから、俳優たちももちろん、俳優は日本にもたくさんいますけど、こういうシアターワークのプラクティショナーみたいな人っていうのは日本でなかなか多分お会いしたことそんなないと思うんです。もちろん何人かはいらっしゃいますけど、そのイギリスはまあそういう意味ではものすごくその伝統が厚いですから、いっぱい先輩にあたるようなプラクティショナーがたくさんいて、僕もその彼女たちからたくさん学んでるんですけど、だからその一方でその自分には確実に東洋で育った自分の感覚っていうのがあって、だからそのイギリスで教わったことをそのままやってるってことでも全然なくて、すごいねやっぱり独自の形を取っているなっていうのは思いますし、まあ、ミキさんもシアターワークだけじゃなくてもいろんな瞑想とか、はい、マインドフルネスのワークとかももう本当にどなたがリードしてくださる方によってもうその1時間2時間が全く違うじゃないですか、もうあれと全く一緒で、やっぱり本当にその人の人生そのものがね、その人のもう本当に繊細なニュアンスがやっぱワークって出てくるものだなって思ってて、だからそういう意味では自分独自のものであるとも言えるかもしれないけれども、かなりそういうで英知に支えられてると思います。そういうもっともっと延々と受け継がれてきた英知みたいなのも確かにそこをやっぱり支えてくれてるなっていう実感もありますね。なるほど。だからその日本的な東洋的なそのものとその西洋の今ご自身の中で融合されてるということですね、それはもう多分自分独自の塩梅で、もう自分の感覚で作ってますから、そういうのもイギリスで展開された時なんかこうどういうかその受けられた方にどういう印象があるんでしょう。だからそこの交換をもっとこれからやりたいと思って、僕はイギリスで学んできたんだけれども、日本とかイギリスとか別に国内外でこういうワークをやってるっていうので、その双方のねこう
交換、アイデアの交換とか、感性の交換をやって、またこれからね、より豊かなものになっていけばいいなと思って、今そういうことも始めているところなんですけど。ちょうどインドでやられてきたんでした。あ、インドでは今回、そのオディシャビエンナーレという芸術祭の中で、一つはその舞踊公演、もうパフォーマンス公演にパフォーマーとしてまず出演したんですね、はい、でもう一つがインドの方たちとシアターワークをやるっていう、それはすごい、どういう反応でしたか、そのスタッフさん。もう僕がミッキーさんと宇都宮さんに一番にお話したいのは、ぜひ混じってくださいって一緒にやりましょうとか、そこもやっぱりそこを一緒にね、それこそやっぱりあれは一緒に共有してね、その頭ではないね、そのつながりっていうのを体で感じるので、ただその一つ言えるのは、インドとかっていうと、また日本の大学でもね、ほとんどシアターワーク、僕は英語で授業なんですよ、中心留学生とかがたくさんいるから。で、大学の中だけでも国籍とか文化的な背景とか育ってきた環境とか多様な人たちが多いんですけど、シアターワークはインド行くとね、もうね、またねちょっといろんな、大学はまだ大学って、同じ大学の中にはいるっていうあれがあるけども、もう一般の方も参加される。はい、はい、そうなんです、そうなんです。もう本当にインドの都市じゃない、本当に田舎の村で、もう美しいこう、工芸品、民芸のこう編んだりとか、こうしてるような村の女の子とかがその参加してくれたりとか、あとそこのこう編んでこう、美しい籠を作ったりしてるその村があるんですけど、そこの村でその10代の女の子たちが参加してくれたんですけど、それプラスそれを教えてるその先生みたいな おばあちゃんが参加してくれたり、あとはそのビエンナーレでパフォーマンス公演に出演しているもうダンサーの人が参加してくれたり、日本人のスタッフの人が参加してくださって、結構ねもう多様で、でも言語も英語が共通なのかってそんなことないじゃないですか。だからもう何で進めるのっていう、もうなんかもうこの我々のこの私たちのこの体で進めるしかないでしょっていう、なんか それがね、言語により頼らないっていうか、それすごい、そういう体験があって、そうなんかね、またインドならではのね、もう本当にぜひよかったらさっきミキさん見てくださった映像をね、どんなことをしてるのかなって、そう、それをね、やっぱり皆さんに見てくれるのが一番いいかな。まあね、いろんな、もう実際にね、もう机と椅子から立ち上がって、ワークをね、やるんですけどね、ミキさんもちょっと一緒にご一緒させていただきました。シアターは特別コースを開催します。1月の2日間では、心と体のケアとして、そして、対人関係を豊かなものにしてくれるシアターワークをご紹介していきます。職場、教室の中で用いるワークをクリエイティブに豊かなものにしてくれるワークショップから、私たち自身、そして他者の命、人生そのものを尊んでいくマインドフルネスとしてのドラマセラピーを存分に体験していただきます。互いにつながり合う、認め合う、結びつくことによって生まれてくる芸術療法、ドラマセラピー、私たちの大人として忘れ失いつつある感覚を豊かに優しく呼び覚ましてくれます。皆様のご参加を心からお待ちしています。1月18と19に、はい、場所はどこでやるんですか。これね、東京の都内でやるんですけど、最近、その大学の中の教育機関でやる場合はもうその大学の、ね、学生さんたちにやることになるんですけど、だから一般の、ね、方々と共有できるようにということで、そういう一般の方が参加できるワークっていうのをちょくちょくやってまして、この年明けは1月と2月と3月に そういう一般参加ができるワークをやったりして、いろんな方とやっ
ってるんですけどね、本当にそのシアタークク自体を体験してみたいっていう方から、うん、やっぱりその自分の仕事にね、やっぱそれこそミキさんみたいな、あ、その自分の仕事にそのもう応用したいっていうことで、はいはい、あのセラピストさんが来られたりとかね、そのセラピーの中で、うんうん、自分のセラピーのスタイルの中にそうドラムワークみたいなものをやっぱ取り入れられるんじゃないかとか、ミキさんみたいにそのビジネスとかイノベーションを皆さんと生み出す仕事の中に、うん、その先ほらダンスのワークが偶然、ま、なんか生まれたって言ってましたけど、はいはい、そういうふうにちょっとあのご自身の講座の中でね、はい、取り入れてみたいなというような方たちが来てくださったりとか、まあ、いろいろですよね本当。あとはもうご自身の心と体のケアのために、うん、あの来てくださったりとか、よくわからないけど直感でこれはね、ぜひって言って来てくださる方とか、いろんなね方と最近は学生さんたちだけじゃなくて共有してて、本当に年配の方から子供はまあ時々すごい若いね、うん、小学生の子が来たこともありますね、はい、なるほど、うん、あの、はい、まあ、特にその全スクールを、ね、出て感じるのはもう、うん、大きな組織にいる人たちが、うん、とても心がこう不安っていうか、うん、限界みたいな状態、うん、だからそこで新しいイノベーションを起こせっていうのはもう無理、うん、無理なんですよ、ね、そこ一回やっぱりほぐさないとね、そうなんです、僕らがやってるの結局その人が本来ある形に戻すお手伝いしかしてなくて、うんうん、その前なんか変な型にはまってたのかな、うん、私は A 会社のなんとか課長ですみたいな、うん、この型を脱ぎ捨てたらすごいクリエイティブな人になるんですけど、そこをやっぱりこう戻すことが重要かなと思っていて、うん、僕はだからもうワークの中では、ね、いわゆるそういう自己紹介を、ね、うん、もうほとんどやらないことが多いです、要するにどこどこ会社とかないっていうのをもうやったらそこから始まってしまうので、その要するにもう体でワークしながら、こういうワークの中でこの人はこういう反応するんだとかっていうことの中とかで、もうものすごく自己紹介ですから、こういうそれもやっぱり自己紹介もまずゼロから、そのバイアスなしにこの心と体を合わせてみて、その私たちのことを知り合いましょうということをよくやって、だから、うん、その本当にね、最初のそういういわゆる自己紹介、言葉による自己紹介というのはね、しないことが多かったりとかするんですよね、うん、あとはあのミキさんがおっしゃったように、不安とかやっぱ不安とか恐れに動かされないっていう実践だと思ってます、シアターワークは、うん、つまり恐れとか不安でこうしてようとかこうしなきゃいけないっていうことだと、その今ミキさんがおっしゃったようなことになっても、それは新しいアイディアとかイノベーションが起きないでしょう。だからその本当にその自分の深い動機とともに、本当に自分の心と体が望むようにして、うん、その動いていく方向の中にやっぱりその人独自のやっぱりインスピレーションっていうのが、うん、ポンとは降りてくる、うん、あのゾーンっていうのがやっぱあるっていうふうに思ってますので、まずはその恐怖とか不安とか恐れっていうもので、ああこうしないとっていうのは結構その今の日本社会にはもうあらゆるお仕事、その僕自身も含めて、うん、僕もそうやってものすごく苦しんできていて、うん、そういうことと対峙していけばいいんだろうかっていうのをこうずっと苦しみながら、うん、自分自身も向き合ってきてますし、だからその時に恐れで右に行かないっていうね、望むようにして左に行くっていう、なんかそういうなんかプラクティスなんだと思います。おお、うん、なるほど、うん、巣に戻るという、うん、自然な感じなんですね、自然にっていうか、多分あの瞑想とかの素晴らしいのところは、その何を望んでるのかとか望まないのかとかとかを考える前になんか本当に本来のっていうか、こうゾーンにこう戻っていける、理屈を超えて戻っていけるっていうか、ところがすごい素晴らしいなと思っていて、だからそういう意味では何なんでしょうかね、その、まあ、本来のそのちょっと本来の命がかこう生き生きと輝く場所にビュンと戻れば、おのずとやっぱり今自分の命の仕事が何なのかっていうのは
感じられるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますし、そうやって皆さんやっぱりもし道に迷って苦しんでいらっしゃる方がいるなら、やっぱりまずその心と体の声に立ち返るっていうことはやっぱり戻るっていうことにつながるのかなっていうふうに思っています。はい、あとはやっぱりあれなんですよね、その心と体の声って言ってそれに意識が向いていればすぐにピンときてキュッとつかめる方もいらっしゃるかもしれないけど、もうえって何もう本当何のことだかっていう方ももちろんいらっしゃると思うんです。だからね、僕がよくやるのは、うん、シアトラックですごい大事にしてるのは心臓の鼓動です。この心臓の鼓動っていうのはこの命がある限り、うん、僕たちのがコントロールしようだから意図に関わらず、うん、自ずとドックンっていうのを営みを繰り返してくれている。なんかこの心臓のことをのに立ち返る、この鼓動をまずは聞く、もしくはこの鼓動を体感レベルでこのドックンドックンこのドックンドックンっていうのを感じるとか、この脈の動きを感じるとか、血流が全身を流れていくっていうものを感じるっていうところから結構始めることが多くて、でもそれを本当に丁寧に耳を澄まし、その体の感覚に耳を澄ましていくと、それはね、まさに稲葉さんとこの前お話してきた時にそういう話になったんですけど、心臓の鼓動を聞く、それはみんなにある、それを丁寧に重ねていくことの中でまさに心の声がなんか聞こえてくるような、そんな体験がやっぱりあるのかなと思っていて、それは今回インドでも皆さんと共有したんです。そうするとすごくやっぱり文化、国籍、思想、宗教に関わらず、そうそう、面白いですね。すごく最後、もう本当に2時間半ぐらいの、そんなに長いワークではなかったんですけど、やっぱ最後、最初にやった時はかなりバラバラ感がありましたね。なんか一つ本当不思議なんですけど、このどんだけ思想が違っても宗教が違っても国が違っても言語が違っても我々にこうドックンドックンを繰り返していくことだけはすごいやっぱつながってて、そのワークでいろんな交流があった後だからこそ、すごいこうね、実際には言語のインフォメーションとしては彼女がどんな人とか彼がどんな人かっていうのは知らないんだけども、もうワークをやったことによってすごくお互いの存在をやっぱりこうつかむっていうか、でまあもうつながるっていう感覚もやっぱり生まれてきて、すごい心臓の鼓動はすごくやっぱりなんか命の尊さとをやっぱり本当にいつ何時も伝えてくれるものなので、それは皆さん多分シアターワークに、ね、もちろんご一緒したいけれども、そうじゃなくて別にその場じゃなくても心臓の鼓動を聞くというのは今すぐに皆さんの心臓の に手を当てれば感じられますから、今自分が今まさにここにあるんだっていうのを教えてくれるっていうのは瞑想の呼吸、まあ、そうですよね。今その I arrived ですよね。だから、うん、I have arrived です。だからその呼吸と同じく心臓の鼓動っていうのは本当にまさに今自分がここにあることを教えてくれる。そこから自分の心と体の声をゆっくりゆっくり何か聞いていくような、うん、そういうこうことを大事にしているので、ものすごくダイナミックなね、踊れなきゃダメなんですかみたいな、そういう世界じゃないです。俳優さんじゃないですからとかよく言われるんですけど、それ言われたら違います。なんか本当に皆の中にあるものをこう根源的な感覚ですよね、それはもう皆が持ってる。でなんか芸術ってすごい、芸術って言ったらすごいなんかアーティストとか作家の人がやるもんだってやっぱ感じてしまうと思うんですけど、もともとすごいみんなの中に、暮らしの中に普通にあったものだと思うんですよ。その例えばこうやって火を起こして、その食べ物を作り、そこでお祭り、その地域でお祭りをやり、太鼓を叩き、歌を奏で踊ってきたわけじゃないですか。この踊りっていうのはプロフェッショナルのダンサーが必ずしもやるもんじゃないですか。盆踊りはそうですし、鎌倉の初詣で神楽が上がっていましたよね。あれってそのすごいそういうものっていうのは常にやっぱこう僕たちの中に共にあったものだと思うんですね。でそれがこう
インドに行っても舞踊とかももともとはやっぱりこう祈りとか、うん、その大いなるものへのものに対する表現としてされてきたことなんで、その専門家がやるものではなかったと思うんですよね。やっぱりだからそれがやっぱり専門アーティストとか作家の人がやるものになったって なったらみんなの中で遠くなるけれども、もうすごいお祭りとか、あの日本 そのいろんな儀式ありますよね、うんうんうん、それこそ年越し、はい、明けましておめでとう、あこのいろんな儀式って祈りとかこう松を飾ったり、あれもうすごいやっぱり芸術とかあえて言わない芸術ですよね、暮らしの、はい、なんかそういうものとそういう、こう冷静とともにあるっていうことがやっぱり改めて、うんうん、なんかそれがすごく少なくなってしまって、心と体が悲鳴を上げているというところも現代社会の中にはすごくあるのかなって僕は感じているので、そういう当たり前のようにあった実践をある意味ではこう取り戻すようなそのワークなのかなと、うんうんうん、だから僕はシアタークは儀式、ある意味儀式と捉えてるっていうのは、別に本当にこう儀式みたいなことをやるってことではないけれども、うんうん、そうやって体で交流したりとか、儀式ですよね、うんうん、あのユキさんと儀式やらせていただいた時も、はいはい、なんかあれ不思議 なんか儀式的な演劇がなんかできちゃって、ね、みんなの本当に即興で生まれたあのやでしたけど、はいはいはい、あれはなんかすごいやっぱ、うん、すごいこう皆さんのこうコミュニケーションという意味の交換の場であり交流の場であり、うん、なんかすごく儀式のように感じたんですよね、うんうんうん、だからあのそういうものをね、うん、実践をやっぱりもう一回そういう実践と共にあるということをがもし現代社会の中で失われつつあるとしたなら、それをもう一回だけ取り戻すということなのかなと感じています。でそれはあのもちろんビジネスとかいろんな分野の皆さん、はい、あらゆる人間の根源的な感覚はね、みんな等しくあると思うので、うんうんうん、あのそういう意味ではこう分野を越境してね、あのシェアしていきたいなと思ってます。一緒にこの分野でやりたいっていうことよりも、いろんな分野の方たちとあのお会いしてなんか交流できたらなって日々思ってます。ぜひあの全 2.0 とか、はい、鎌倉のコミュニティで、はい、なんか困ったなっていう時にはあのみんなで輪になってどうですか、シアターワークで全 2.0 のコミュニティにぜひ、はい、あの多分あの9月にやるので、今年も9月の10、20日にやるので、その前に多分お疲れモードの時があれなのでそこでみんなの感情をこう一回吐露してもらうっていうのがいいかなっていう、それぜひあのもしお役に立てたらぜひ本当光栄です、はい、なんかそういう場でこそ、はいはい、あのすごく優しく働いてくれるそれいいです、ね、ものなので、はいはい、あのぜひ鎌倉であの皆さんとあのお会いできたら嬉しいです。ありがとうございます。本当はもっといろいろお話を伺っていきたいんですが、あの最後に皆さんに している共通の質問がありまして、あの小木戸さんにとってあの〇〇っていうのを自分で入れていただいてもいいんですけど、はい、例えばそこはシアターワークの未来とか、はいはい、この〇〇の未来ですね、はいはい、でこう〇〇を自分で入れていただいてもいいんですけども、はい、こう自分の未来に対する思い、この〇〇は 何につくんですか。あのそれは自分で決めていただく、はい、シアターワークの未来、未来は絶対つく、はいはい、あそれはどういうことなんですか。どういうことなんですか。こういうふうになっていきたいな、このシアターワークが社会のこういうふうにインパクトを持って、うん、なっていったらいいなっていう面白い思い、うんうん、自分のその思いをある意味で言葉に表すということですね。そうですね、なんかちょっと難しい、いやでも、はい、その今まで、はい、あのアーティストとして自分の中にあるものをやっぱり表してきたと思うので、はい、でもそのシアターワークっていう、こうものに出会って、そう自分の中からこう出していくっていうことよりも、うん、なんかこう生かし生かされ合うようなこう場があるんですよね、はいはい、こっちが一方的に発してなんか感じてもらうっていうことよりも、なんか
互いにこうしたりとか互いにこうなんか教え合ったりとか、うんうんうん、互いに学び合ったりっていうようなこう双方のこう交流の場が生まれているので、その〇〇っていうのが要するにこうまあでも共に生きるってことなんですかね。はい、いいですね、はい、共に生きるとかとその共にこう還元するっていうか共に生きていくっていう、はい、共にこう生かし合うっていうか、なるほど、ね、うん、自分がこうですっていう世界っていうよりはなんかこの共にあることによって新しい自分に気づいたりとかそういう場そういう未来っていうのをすごくやっぱ僕は見ていて、うんうん、で、うん、そういうこうなんこう愛がこう還元していくような、ね、うん、それぞれに、うん、それが僕のこれからの時代にビジョンです、うん、やっぱり。で 2.0 も今年、うん、やっぱり共に生きていくこの星をどう作っていくかっていうのを少しテーマとして考えたいなと思って、うんうん、環境のこともあるしそういう紛争のこともあるし、うんうん、あらゆることをやっぱり人類の意識一つ上のレベルでちょっと考えていかないともうこの星では生きていけない、うん、状態になりつつあるから、うん、そこを共に生きていくっていうのはすごい共感します、ね、うんうん、あのすごいあの鎌倉逗子葉山が大好きで、はい、あのかなりこちらにあの通うようになっているのであの皆さんと本当にあのこれからあのなんかよりいろんな移住はされないいやもうそのうちあのその可能性がかなり高い、はい、いい見つけときますから、はい、いい場所見つけて そうなったら本当にあのますます皆さんとねいろんなこう共にあるっていうことが できたらいいなっていうふうにあのそういうご縁をあの感じてますんであのこれからもよろしくお願いします。今日はわざわざ鎌倉までお越しありがとうございました。では最後にもうちょっとだけ少し、はい、お知らせをしたので最後のご挨拶なんですけど、我々まああの今回あのご登場いただいた木戸さん以外にもたくさんの方と対話を通じながらですねあの共に生きる世界っていうのをいろんなところで講演をしておりますので、もしご興味があればあの連絡いただければと思います。はい。これでしょうか。あとはまあこのブルーイノベーションという考え方、自分の本来の自分の中からどういう、やりたいこと。ビジネスが生まれるのかっていうのはちょっとこういう本に書いて前の先生にもとがきを書いていただいております。ご興味があればですということで、本日は非常に貴重な熱いお話をですね、あの小木戸さん、俳優でありアーティストの皆さんにお話を伺うことになります。とても、本当にまあなんですかね、心の中が温かい、なんかこうぐわっとこうなんか出てきそうな対話の場になったと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。ということで、はい、はい、さよなら。手を振っていただければこれはいいですよ。これピンクスペースでこの暖かい。
ども、それどういう意味なのかというと、まあ、自分の心にいかに真摯であるかという意味での重要なんですね、うん、そういう意味で